ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者を輝く高齢者、人生の最後のコーナーを待った高齢者には高齢者になってもらうように、ぜひ、そうなれるような起爆剤の情報を配信したいと思っております。高齢者起爆剤講演家宮崎文隆です。今日は2023年9月27日水曜日です。今日は人生にもっと笑いを、人生にもっと感動のシリーズの中の第3弾いってみたいと思います。新一筆計上書、日本一短い笑いの手紙、いってみたいと思います。短い手紙ですので、まあどういうふうに伝わるか、どういうふうに受け取るか、なかなか難しいところもありますが、でもこれ笑いがありますから読んでいきたいと思います。まあどっかで笑いがあれば最高ですね。お父さんへ。お父さん、仕事夜遅くまでありがとう。笑顔でただいまという姿大好きです。11歳の小学生6年の男の子。先生へ。授業中一回必ず笑ってほしい。授業中一回必ず笑ってほしいというのが、これ15歳の高校1年の方。これ女性の方ですかね。お父さんへ。まんまるやな。笑った僕を見て言うけど、お父さんの顔もまんまるやわ。これは8歳の小学校3年の方。お父さんへ。まんまるやな。笑った僕を見て言うけど、お父さんの顔もまんまるやわ。妹へ。おい、何の夢見てるんや。何笑ってるんや。お姉ちゃんにも見せてや。12歳の小学校6年。娘から。何でもないの。笑う声に涙が見えたよ。深夜の電話。娘から。何でもないの。笑う声に涙が見えたよ。深夜の電話。これは、58歳の女性の会社員の方です。自分へ。食事中テレビを見て笑うことが多くなった。家族と話して笑いてえな。18歳の高校3年の方ですね。男の方ですね。自分へ。食事中テレビを見て笑うことが多くなった。家族と話して笑いてえな。ね、お母さんへ。毎日お母さんを怒らせてるけど、本当はお母さんを笑わせてあげたいんだよって。実際の小学4年の、これは女の子なんかな、男の子かな。お母さんへ。毎日お母さんを怒らせてるけど、本当はお母さんを笑わせてあげたいんだよって。いいですね。お母さんもちょっと笑ってやって。ママへ。萌ちゃんの笑った顔が好きって言ってるくせに、あんまり怒らんといて。8歳の小学3年の女の子です。お父さんへ。お父さんのお腹は少しぷよぷよして笑ってるみたいで楽しい。でも健康に気をつけて。女性、女の子で、実際の小学4年の子。お父さんへ。お父さんのお腹は少しぷよぷよして笑ってるみたいで楽しい。でも健康に気をつけて。いやー、なかなかね。小学4年、10歳。自分へ。みんなの笑顔に会いたい。私も笑ってみせたい。まず登校班についていけるように。実際の小学校4年の女の子ですかね。男の子か、これわからんな。ゆうこと書いてあるんですかね。ゆうこの子は優しいね。子は湖の子になって、ゆうこと書いてあるね。自分へ。みんなの笑顔に会いたい。私も笑ってみせたい。まず登校班についていけるように、点点点となっております。次は実際の小学5年の男の子ですね。おばあちゃんへ。いつも面白かったおばあちゃんがいなくなっても、おばあちゃんの話題で笑えて幸せ。おばあちゃんへ、いいですね。いつも面白かったおばあちゃんがいなくなっても、おばあちゃんの話題で笑えて幸せ。実際の小学5年の男の子です。祖父へ。会ったこともないけれど、写真の笑顔見るたびに私も笑顔になるよ。15歳の中学3年の女の子。祖父へ。会ったことはないけれど、
写真の笑顔、見るたびに私も笑顔になるよ。いいですね。今日は新一筆啓上書日本一笑いの手紙というのをお送りしました。まあ私もみやちゃんも笑顔で行きたいですね。まあ登録は、増えても増えなくても笑顔で行きたいみやちゃんです。よろしく。ごきげんよう。